毎度、大きにラブリーゲームズでーす。久しぶりですね。サブシステンスの続きで遊んでいきたいなと思います。はい。で、まあ夜なんでね、またまた、明るくなるまで拠点の中でいようとは思うんですけど、ちょっと記憶が曖昧ですけど、ウサギが4匹、まあ捕まえたってことですよね。じゃあこれを、まあせっかくなんでね、焼いて食べれる分だけ食べちゃいましょうか。で、ちょっと荷物整理しますね。で、ここにあれか、アニマルハウジング。これね、設置できるにはできるんですけど、このね、BCU から、あ、ちょっと箱があるね。これ取っていこうか。これね、アニマルハウジングは地上じゃないとね、設置できないということで、まあ、どっかこの辺りですね、入り口のところに設置したいなとは思ってるんですけど、ここにね、設置するためには、レンジエクステンダー、なるものをね、等間隔で置いていかないといけないと。いうことなので、ちょっとね、手間がかかりますね。これですね、BCU レンジエクステンダー。まあね、ノーマルで遊んでるんで、まあ死ぬ心配はそんなにないと思うんですけど、まあ、ぼちぼちね、やっていけたらいいなと思います。はい。で、あとはロックピックも持ってあって、で、釘はとりあえず片付けておきますか。まあ食料もね、比較的多い方だと思います。で、種系ですね。これは、あ、まだチェストを作ってなかったのか。よし。じゃあ、一つね、チェストを作りましょう。で、プランターの近くに置いてね、種とか、植物用の水ですね。これを全部、一つにまとめてストックしておきましょう。で、階段もね、まあいいか。はい、じゃあ。種は全部この中に入れて、あ、で、ちょっと肥料が足りないので、足しておきましょう。で、少しだけ食料も持っていって、こんなもんでいいかな。はい、じゃあですね、明るくなってきたので、またぼちぼちね、素材を集めていきたいなと思います。ちょっと待って、その前にですね、
BCU のマスと電気がいっぱいあったので、何かクラフトしていきましょう。どうしようかね。まあ、鉄でもリファイン。あの、せっかくね、満タンになってるので、そうだな。パワーストレージでも作っとこうか。はい、じゃあ今度こそ出発ですね。ロックピックをね、一つ持ってあるので、なんとかね、ロックグレート見つかればいいなと思います。まあね、普段動画にはしてないんですけど、またね、ハードコアの方でね、まあ遊んでるんですけど、私はね、また気が向いたら動画にしようかなと思います。おっと、レベル3の狼ですね。で、ハードコアモードの方はだいたいね、50日目くらいでね、レベル5の狼が出てきて、で、それにやられてね、死んでしまうというがね、2回続いて起きたので、ちょっとね、まあ50日過ぎたからちょっと気をつけ、さらにね、気をつけながら遊んでいこうかなと思ってるんですけどね。まあそれに比べたらね、ノーマルはもう全然簡単と言っていいんじゃないか。まあ、いてもね、さっきのレベル3の狼なので、まあね、ショットガンを2発打ち込めば、まあ十分だと思います。で、ハードコアだと、体力もね、今ね、80からスタートしてるのかな。ノーマルだと。それがね、60からスタートになってしまうので、まあそういう意味でも難しいですよね。もうちょっとね、防具の強化ができるようになればいいかなと思うんですけど、まあ、現状ね、コンバットベストと、あとは、ヘルメットか。あ、ヘルメットまだ作ってないのか。そっかそっか、セニューが必要なんだな。で、あとは、綿布。ただね、ノーマルでもクーガーとかはまだ倒す気になれないですね。これはイチゴかな。いやー、さすがにクーガーだとやっぱちょっと強いかもしれないですね。この辺りは何も特にいなさそうなので、どんどん動いて集めていきましょうか。目の前にレベル1のクマ。まあね、食料も困ってるわけではないので、まあ、そんなにね、無理に倒さなくてもいいかな。おっと、レベル、あ、イノシシとムースか。じゃあ、両方とも逃げるんで、OK ですね。今度はレベル3のイノシシですね。
ちょっとあのイノシシレベル1なんで倒してみましょうか。ちょっと待てよ。ライフルの弾一発。おお、逃げていくね。で、ある程度ね、攻撃したらね、おそらく突進してくると思うんですけど、それ、攻撃食らっちゃうとね、かなりダメージが入るんじゃないかな。2発目、当ててみましょうか。あ、来た。やばい。ちょっと待って。骨折られたし。いや、全然あれですね。半分体力持ってかれたね。レベル1だけど。まあ、じゃあ、あと一発当てて、ね、倒しましょう。なかなか、イノシシも手強いですね。で、2回攻撃を当てると突進してくるみたいですね。あ、で、ポークの肉が取れたと。 Source of protein can be used in cooking recipes。 まあ、豚肉を使ってね、蜂蜜あえみたいなのを作れるんじゃないかなと思います。ちょうどね、骨折しちゃったんで、スプリントですね。これをクラフトして、で、これをスプリントブロークンレッグ。はい、これで骨折の状態が治ったのかな。まあ、体力の方はね、遊んでるうちに回復していくと思いますので、まあ、そんなに心配はいらないかな。で、ちょっと荷物がいっぱいなので、適当にクラフトしておきましょうか。で、豚の肉はね、冷蔵庫を作ってあったと思うんで、その中に入れて、またオーブンでね、調理するとき用に取っておきましょう。ハンターの拠点か。そっかそっか。まあ、じゃあ、あんまりね、近づかないでおきましょう。とりあえずクレートを見つけたいな。
で、木材が、まあそこそこある感じか。まあでも、プランクがちょっとね、少ないので、これもね、作り足しておいて。で、木材もね、どんどん回収していきたいですよね。この辺りは何もないかな。目の前に1匹レベルの熊がいるけど、他は大丈夫そうかな。あ、ちょっと待って、ロッククレートがあるけど熊がいるんですよね。さすがに大丈夫か。荷物がいっぱいだけど、ああ、持てない。持てない。どうしよう。熊もいるしな。倒す？多分。おお、危ねえ。荷物がもういっぱいなんですよね。ああ、持てない。で、これを食べる。で、ステーキ肉。で、ロッククレートに入ってたのは、あ、鉄の板か。これは欲しいな。荷物がいっぱいですね。レバー肉どうしようかな。ヘルメットも作れないかな。あ、また布が必要なのか。よし、じゃあファイバーを全部クラフトしちゃいましょうか。で、これで空きを作って、レバー肉も回収と。で、ちょっともう荷物がいっぱいなので、一回拠点に戻って、行ってきましょう。手は来てないよね。おーっと、目の前に建築の箱が一つ。あー、全部持てましたね。はい、じゃあね、荷物置いていきましょう。種系はこんだけかな。あれ、冷蔵庫作ってなかったのか。そっかそっか。じゃあどうしようかな。
とりあえず、肉は腐らせちゃうね。まあ、仕方ないか。パワーストレージ2機目をセットして、これで1500ですね。冷蔵庫を作るためには、まあ、素材はね、足りてると思うんで、あとは電気とマスですね。もう豚肉も焼いちゃおうか。はい。で、レバー肉は、俺、感染症の薬を作っておきましょうか。ああ、ただ、メディカルトニックがちょっと少ないな。3本あれば作れる。あ、いけますね。じゃあ、あとは海藻が合わせて5つあれば、これでいきますね。で、鉱石系ですね。あとは発電もしておきましょう。で、せっかくね、マスストレージもあるので使っちゃいましょうか。どうしようかな。電気食うけど。まあ、じゃあ100溜まるまでは自然のまま置いておきましょうか。おー、豚肉いい感じですね。プロテイン32、野菜プラス3、ハンガー27。あー、普通のステーキ肉より回復量は大きいですね。じゃあ、あとは、スニューが手に入ったので、ヘルメットですけど、ワタンの、ああ、まだ一つか。このワタを使っても二つ。もうちょっと時間かかりそうですね。じゃあ、まあ、残りの時間は、拠点の近場で、また素材集めですね。はい、この間にちょっとリファインもしておきます。これでまあ 0.5 プラスな感じかな。で、さっき見たら、メディカルトニックがちょっとね、少なめだったので、どんどん釣りもね、やっていきたいですよね。もしくはロッククレートを開けて、メディカルトニックを手に入れるか。
あ、で、ちょっとね、小ネタじゃないんですけど、体力にね、自信があるのであれば、体力というかスタミナか。矢を使わずにね、鶏を捕まえる方法があります。それがですね、こういうふうに、ひたすらね、ジャンプをして近づいていくと。そうするとね、鶏が止まる瞬間があるので、その隙を狙って、捕まえると。いうことができます。あー、ちょっと待って。オッケー。はい、こういう感じですね。これでね、鶏を、生け捕りにすることができるので、もしね、皆さんもよかったら、試してみてくださいという感じですね。もう一匹ちょっと捕まえてみましょうか。ただね、普通に歩いて近づいていっちゃうと、まあ、気づかれてね、そのまま逃げるんですけど、ジャンプをして近づくことによってですね、ある程度近づいたところで判定のラグが起きると思うんですよね。あ、ちょっと待って。ウサギもいるけど箱が先ですね。で、そのね、ラグの隙を狙って、うまくね、カーソルを合わせて生け捕りにすると。ちょっと待って、レベル3の狼か。そうなんですよね。追っかけてる途中にね、近くに狼とかがいると、もうちょっとね、諦めないといけないんですけどね。まあ、なるべくね、矢を使いたくないときは、試してみるのもいいかなと思います。まあ、じゃあ次ね、ニワトリかウサギがいたら、もう一回試してみましょう。あ、レベル3ですね。で、そろそろお腹が空いてきた頃かな。よし、じゃあ豚肉を食べて。あー、で、あの山の上に箱がありますね。ちょっと待てよ。鉄くずだけ取って箱を目指しましょう。あ、レベル2の狼。ああ、ウサギもいるね。ああ、そっちに逃げないで。ああ、上にもクマがいますね。箱だけ取りたいんだけど。うわ、レベル3か。その奥にね、鉄くずもあるんですけどね、ちょっとこれは取れないかな。まあ、クマをね、倒せば取れるんですけど、やめときましょう。
目の前にレベル1の狼ですね。あ、気づかれた。まあ別に食べ物はね、余ってるんですけどね。いや、今回は逃げましょう。で、そろそろ日が傾いてきたけど。え？どこだ？この辺りいろいろ落ちてますね。はい、じゃああとはちょっとね、真珠があるか見ていきましょう。あー、水の中は何もない感じですね。まあ2枚貝があればね、大きいんですぐ分かると思います。あ、ありますね。あれそうじゃないか。うん、ちょうど2つスポーンしたみたいですね。で、拠点に戻ったらちょうどいい頃合いかな。ついでに目の前の海藻もね、全部取っていきたいなと思います。鉄くずかな、あれは。あ、そうですね。あとね、今のうちクラフトできるものは、ラダーハッチちょっとつけるんじゃないか。よし、じゃあ素材集めはこれくらいにしましょう。で、植物に水をやってというか、肥料がもうないな。マスがね、100溜まったので、もうあとは、発電というか生産するか。で、あとリサイクラー作ってなかったのか。はい、じゃあね、肥料も、プランターにやって、早くね、冷蔵庫作りたいですよね。で、電気もね、必要になってくるので、どんどん発電していきましょう。まあ、こんだけあれば余裕でしょう。
はい、じゃあですね、今回は一旦この辺で切りたいなと思います。皆さんもいいゲームライフをね、お過ごしください。ご視聴ありがとうございました。